先週相手からの2週間ぶりっすかね。ですね。いや新メンバー加わりましたよ皆さん。はい。ついに。そしてやっとな。そしてお決まりの遅れて登場。ちゃった感じの。そしてこの方。この方ブレスの京介さん。ただいま参上。お決まり的な感じですかね。よいしょ。すいません、ここ濡らしちゃったっすよ。またより一層なんか濃ゆくなったっすね。濃ゆくなったっすね。ワイルド感満載じゃないですか。やばいっすね、本当に。今日は何があったんですか。最近眠たい期間なんですよ。冬眠っすか。眠たい期間ね。眠たい冬眠っすね。あ、はい、新しく入ったすみません、クラブルシエルのカナトって言います。クラブルシエルさんのカナトさんです。よいしょ、パチ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 。じゃあどうしましょう。俺はもう自己紹介なかなか知ってるんで。あ、そうなんですか。あ、絡み合ったんすか。だって系列なんですよ。あ、系列なんすね、はい、あ、なるほどっすね。じゃあもうライバルっすね。そうっすね、結構ガチめの。そうなやっぱ同じ、やっぱ参加のね、やっぱあれやったら結構あれじゃないですか、意識はするんじゃないですか。そうですね、結構。けど実際話したの最近なんですけどね。あ、そうなんです ね、 ですね、最近。はいはい、僕も火曜枠出るんですよみたいな。そうそう、感じで。それぐらいからですね、がっつり話すようになったの。あ、いいじゃないですか、はいはい、はい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 。そんなに意識もしてないんで、でもあんまりなんかこう競うみたいな苦手なんで。競う。そう、売り上げ。ああ、なるほどですね。まあこのホストとしてダメなんだと思いますけど。うん、はい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 。売り上げ的なやつね。まあまあまあ、京介さんには京介さんの色がありますからね。うん、はいはいはい。まあ今日はこれといって何もないんですよ、僕は。僕の店舗の方は。うん、ないっすよ。相手のね、あれだだけなんで。まあ、てか俺、あれなんですよ。はい。まあ、ちょっと、営業終わりにキックボクシングやってるんですけど。おー、でもこの前やってたっすもんね、2週間前。うん、この間ちゃん、はい、やっと行き始めて、はいはいはい、アフターがいろいろ重なって行けてなかったんですけど、はいはいはい。この間ちゃんと行き始めて、今、どんぐらい目やろ、3日目とかなんですけど、はいはいはい、もう2キロ落ちましたからね。すごいっすね。2キロ落としたんすね。あれから痩せる痩せる言うて、ようやく2キロ痩せたんすね。動き出したんすね。もう2キロ落ちた。すごいな。めちゃめちゃきつい、ほんとに。何が一番きついんすか。え、なんかもう、3分ごとにタイマーがあって、3分終わったら30秒休憩、3分終わったら30秒休憩っていうのがあって、はいはいはい、それでずっと、その3分、なんかいろいろメニューがあるんですけど、まあ、最初は大体ストレッチして、でその後バカみてえに太い縄跳び飛んだ後に、バカみてえに太い縄跳び、もう見たことないぐらい太い、重いです。どんな、そうめちゃめちゃ重いし、でそれやった後に、はいはいはい、この初めて行った時なんてもう早速ミット打ちさせてもらって、なんかマンツーでやるやつですよね。そうですね、はいはいはい、右ってこうバーンバーンって蹴ったり殴ったりっていうのやつ。いいっすね。体中筋肉痛は死ぬかと思いました。いやでもその筋肉痛、気持ちのいい筋肉痛じゃないですか。いやもう、うん、しゃがめないっすよ。
普段僕らが重いもの持つものって言ったらね、ね、重いって言っても重いか分からへんけど、このアイスペールとかやったり氷月とかやったり、そんなもんじゃないですか。だからいいっすよね、そうやってね、自分でそういう機会を作るっていうのは。どんどん痩せていこうかなと。1回って何時間ぐらいやるんですか？だいたい2時間ぐらいでもう上がったらいいよっていうのは言われます。なんかもうそんなにゴリゴリ長くやるようなものではないらしいんで、さらってってさらっと帰るみたいな。そうなんですね。いいなぁ、めちゃめちゃすごいなぁ。絶対気持ちよく寝れますよね、終わったらって思うじゃないですか。この間ね、まあ、ちょっとまあすごいプライベートの話になるんですけど、営業終わってすぐに、まあ、天気をやつって富士急行ったんですよ。ほんともう1時間しか寝てないぐらいレベルで行って、はいはいはい、で、でも遊んできて、で、富士急終わった後にそのゲーセン行っていろいろ遊んで、はいはいはい、で、帰ってきたん結局夜の12時、1時ぐらい12時半か。で、そっから、はいはいはい、キックボクシングのジム、まあ、夜中空いてるところなんで行ってきて、うん、ハードっすね。で、2時過ぎぐらいに家帰ってきたら、はいはいはい、ちょうどマネージャーから連絡があって。マネージャー？そう。はいはいはい。で、何してんのみたいな。はい。いや、ちょっと今ジム行ってきてて帰ってきましたって言ったら、はい、遊ぼうよって。マジかと思って。まあ、わかりました。はいはいはい。で、焼き鳥屋で日本酒バカみたいに飲んで回るやろな。で、その後結局3軒ぐらいはしごして、うん、はいはいはい、帰ったの朝の8時ぐらいだった。ハードスケジュールっすね。次の営業死んでましたよね。めちゃめちゃリアル充実してるじゃないですか。俺次の営業でもうあれですもん、お茶しか飲んでなかったっすからね。マジでやばかった、ほんとに。いや、いいっすね。でも、二日酔いしんどいっすからね、ほんと置かないぐらいに。いや、でもね、僕とカイジ君はね、この前、歌舞伎ナイトでね、あー、出てきましたよ。出てきます、出てきました。行ってきましたよね。ん？どういうこと？歌舞伎ナイトっていう企画、まあなんか、ナイトチューブさんの企画で、まあ、歌舞伎町中のホストクラブが集まって、うん、カラオケ大会とかファッションショーとか腕相撲大会とかやったんですけど、ことごとくね、うんうん、うちのめされたっすね。みんなレベル高いんですよね。いや、みんなレベル高いっすよ。意外とだって僕のブロック最高得点カラオケ95点っすよ。すごいっすね。でもこの間ルシエルも歌うま出よったんじゃないですか。なんか、あ、そうなんすか。出たんすか。あ、その時まだ多分入ってないですね。はい、あ、なんかサンジと、うん、はい、トワさんかな。へえ、はいはいはい、出とって、はいはいはい。でもなんか予選敗退でしたけど、すごい盛り上がってました。なんかみんなバラードみたいなの歌うじゃないですか。ああ、はいはいはい。でなんかトワさんは泣いたことなんかビッグバンとか歌ってた、はい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 、はい、盛り上がってました、ね、大体。なるほどですね。僕もすごい出場したのがやっぱ横島な気持ちが多少なりともあって、やっぱ顔と名前を売りたいから、みんながバラードを歌ってる最中、僕はラップをチョイスしたんですね。やってましたね。夏の思い出と、ケツメイシの夏の思い出と、あと結構マイナー、ドマイナーな歌歌ったんですけど。何歌ったんですか？クレバとシーダっていうヒップホップのユニットがあるんですけど、僕ヒップホップが好きで J-POP とかあんまり好きじゃなくて、このいでたちでヒップホップかよと思うかもしれないんですけど、もうもっぱらヒップホップが好きなんで、もうインパクトを残すためにはやっぱ人と違うことをやらないといけないっていうところの部分でヒップホップ歌ってやったっすね。でも前の人らが、人たちがすごいノリノリで乗ってくれて、うんうんうん、なんなら歌い終わった後に、スミノフ渡してきてくれて、ガーって飲んで、で、最後お返しに行きました。ありがとうございますって。励みになりましたと。
全然バッドボーイじゃない。スミノフを もらった分返しに行ったっす。ヒップホップの結構ギャングスター的なやつじゃない。真面目やね、すごい。いや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 、すごい励みになりましたね。全然もうあの感じが慣れないんですよね。カイジ君もね、世界に一つだけの花歌ってたもんね。もう慣れませんよ、僕は。もう緊張しすぎちゃって。歌下手なんで全然無理なんですよ。俺も歌下手っすね。いや、歌下手であろうがなかろうが、僕はただ目立ちたいがために名前売りたいから。歌下手にも出たし、歌うまにも出たし、ファッションショーにも出たし、どれも、うんうん、敗戦やったんですけど、うん、まあ良かったかなと、ね、歌下手の方だけだったんですけどね。全然歌下手ってどうにでもならん。いやそうなんですよ。だからあえてもうほんまに多分うまいんですよ。普通に歌ったらうまいんですけど、あえてほんまにもうなんか集大さらしてみたいな、それでなんかあの勝ち進んでってっていう人もいたんで、そういうやり方もありなんやなと思ったんですけど、僕は賞味の話あの2回出れるんで、歌下手と歌うまでもう思いっきり歌ったろうと思って、もう最後の歌下手の夏の思い出に関してはもう気持ちよく歌ってましたもん。にしてもすげえ目立ったってのはやばいっすよね。ほんと羨ましい限りですわ。いや楽しかったっすよ。でも出てよかったっすね。でも出てよかったっすよ。うん、うん、出ることに意味ある。だからあの今度あるとしたら出ます。歌下手に、歌下手歌うまファッションショー出ますか。なんならあの腕相撲も、腕相撲だったらいける気しますね。おっ、そこそこぐらいまでは出ましょう出ましょう。僕は全然自信ないっすわ、腕相撲に関しては。腕相撲に関してはっていう、いやカラオケはもう自信なさすぎてやばいっすよ。もうこうあのホストまで3回しかカラオケってことない、はい、でもなんか普通に話しただけですげえいい声の質してるなと思うんですけど、羨ましいっすね。今あの右耳に聞きあのすごい僕の鼓膜を揺らして声だけで、はい、濡らすんちゃう。じゃあ、あれ下ネタ言いそうにない京介さんが今なんかちょっとなんか男やもん言ってたよ。でもなんかすごいですよ。こないだ話した時に、はいはいはい、前職はプログラマーや。ああそうですね。あそうなんすね。IT屋さんすよ。すげえな。そこもガタガタガタってなんか触ってますけど、もうかっこいいな。じゃあホームページとか作ったりとか。そうそういうの全部やってます。はい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 。結構いろいろ。プログラミング用語っすか。よくわかんないですけど、これを打ったらこれが出てくるみたいな、はい、あ例えば Excel で言ったら関数みたいなやつですよね。そうですね、はい、はいはい、ちょっとさいじったことあるんですけど、はい、Excel の関数であって、うん、あれがもう使いこなせたらもうめちゃめちゃ便利ですよね。便利ですね。もう手書きとかもしんどと思いますね。でも手書きとかしんどいですよね、はい、いちいち手入力してでまた今度こっちの表に手入力して、っていうのが関数とかでもう1個入力しただけで反映されるっていうのもできるっすもんね、うん、プログラミングってそういうことじゃないですか。パソコン関係とか複雑そうっすよ。いやいいっすよね。種類いっぱいありますからね。けどね、あーなるほどっすね。はい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 、すごい知的っすね。全部 Windows とかばっかしかやってなかったんで、はい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 、有名なだったから C とかすげえ有名なやつがあるんですよ。そういうのはい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 、もうねこんなにかっこいいのにパソコンなんてすごいっすね。このいでたちからはもう予想もつかないプログラミング言語を入力できる。どうするんやって、うん、本当にみんな絶対言われるんですもんね、店でマネージャーとかに。なんでこの業界入ったの。いやでもなんかそういうところに特化したお客様に対してはすごい話盛り上がったりするんじゃないですか。けどあんまいなくないですか。やっぱりあんまいないですよね。いやでもそういうお客様結構掴んだらでかそうじゃないですか。ああ確かにそうかも。経営者の方とかもいるじゃないですか、うん、実際に。だからでも俺の知り合いというかお客さんというか分からんけど、なんか多分見てくれてると思いますけど、パソコンのなんかそういう仕事の人いますよ。いるんすね。辛そう。超きついとは言ってましたけど。きついですよね。前職だって3週間家に帰れないって当たり前でしたから。3週間もう発狂しそうになりそうですね。もう発狂してたんじゃないですか、なんなら。もう発狂してた。あーっつって。椅子に座って寝てるだけですから、毎日オフィスで。えぐいなそれは。てかね、今度、はい、あの来週までには多分無理だと思いますけど、はい、あの俺
ちゃんとしたね、はい、企画的なものをやりましょうよ。あの、この昨日ね、ちょっと、はい、ヘルプしてて、はいはいはい、で、なんかそのお店にすごい辛いものが好きな人がいるんですよ。あ、大好き大好き。俺もすげえ大好きで、うん、ではちょっと、じゃあ CM 明けにじゃあ話しますか。まあそうですね、はい、じゃあ CM お願いします。しまーす。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. 自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。で、まあ、あの、さっきの話の続きなんですけど、うん、で、まあ、好きな人が2人俺いて、で、はい、その人とこの間サイゼリア行ったんですけど、はいはいはい、まあ、2人とも本当辛いもの好きすぎて、はいはい、サイゼリアのタバスコが5本空いたんですよね、はいはい、っていうぐらい2人とも辛いものが好きで、で、赤から行っても全然10からじゃ全然辛くないし、はいはい、辛味噌と、はい、なんかそういう粉をもらっても全部なくなって全部完食するっていうぐらい2人とも辛いものが大好きなんですよ、本当に。で、まあ、それで昨日の宅で話してたら、はい、世界一辛い物体って何やっていう話になって、もう確かにそうですね。で、まあ、携帯調べたんですよ、はいはいはい、そしたら、まあ、デスソースじゃないかなとかって話になってて、はいはいはい、で、まあ、デスソースがの使われてるブートジョロキアっていうのがこの前まで、あ、昨日だろ、ブートジョロキア、はい、あの1位やったらしいんですけど、はい、今もう4位か3位ぐらいなんですよ。そんな落ちたんですか。えぐいえぐいえぐい。で、まあ、ちなみに、参考前先言っとくと、ブートジョロキアは、はい、1000万スコビルやったかな。何ですか、スコビル、スコビル、そのなんか辛さの、はいはいはい、あの、はいはいはい、数値なんですけど、はいはいはい、で、俺今度じゃあ世界一辛いのを買おうってなって、はいはいはい、見つけたものがキャロライナリーパーっていう名前なんですけど、キャロライナ、何かわからない、それが3000万スコビルなんですよ。3000万スコビル、なんだそれ。だから、まあ、単純にフリーザの戦闘能力みたいな、単純に、ブートジョロキアの3倍なんですよ、うん、だからデスソースはまあ多分ブートジョロキアもうちょっとなんかこう加工で抑えられてるんですけど、ブートジョロキア、あの、デスソースはブートジョロキア使ってるんで、あれの3倍なんですよ。だから大体えぐいわそれ、舌ぶっ壊れるじゃないか。そんなで、なんかその名前の由来もすごくて、キャロライナっていう地方のリーパーって死神らしいんですよ。えぐい。だからキャロライナ地方の死神なんですよ、その唐辛子を。じゃあ再来週誰かしこの中に映ってないかもしれないですね。再来週までには手に入れれるかわかんないですけど、アマゾンで10個入り3000いくらで売ってるんで、ちょっと買おうかなと思って。高そうじゃないですか、なんかそんだけ、なんか3000万スコビル、シコビルかわからへんけど、高そうじゃないですか。ちなみにですけど、はい、3000万スコビルのそれを耐えれたら、はい、世界中にある催涙、はい、スプレー全部耐えれるらしいっすよ。あの、辛味って、痛覚なんですよ、感じ方が、味覚じゃなくて。痛覚？そう。味覚で、辛って感じるんじゃなくて、痛みで感じるんですよ、辛味っていうのは。あ、はいはいはい、それはわかりますわ。辛いもん食った時、下でね。だから、催涙スプレーとかも全然痛くないらしいっすね。それを、慣れれば。もうさ、催涙弾とかも関係ないや、そいつからしてみたら、もう克服してしまったやつからしてみたら。まあ、死神って言われとるだけあって、はいはいはい、なんかあの唐辛子に致死量があって、はい、食いすぎると死ぬらしいです、本当に。あ、そうなんすね。
死にたくはない。まだやり残したことがある。いっぱいあります。マンマン取ってねえし。やっぱり辛いもの好き同士なんで、じゃあ買おうかなと思ってて。はい。ちょっと本当に、自己責任で、こう一応持ってきますけど、自己責任でお願いします。まず入手できるんですか、そんな。なんか。あ、全然アマゾンで売ってるんで。あ、そうなんですね。いくらぐらいするんですか。10個入りだから冷凍で3000いくら。冷凍？あ、じゃあ冷凍で送られてくるんで。はい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 。本当にもう、自己責任でお願いします。え、あれっすよ、買ってきたからっつってちゃんと食わないとダメっすよ。俺だから食べますって、うん、食べたいから買うんですもん。え、じゃ あ, あ美味しく食うとかもうそういう次元の話じゃないか、うん、3000万多分仕込みでやったらとりあえず地獄を見る。でもデスソースは結構まだ美味しく食べれますね、全然俺は。デスソース美味しく食われへん。無理絶対無理、味なくなるじゃないですか。絶対無理、食っても大丈夫なんですよ、意外と慣れたら。でちなみにあの YouTube でキャロライナリーパー食べてみたっていうのが YouTuber でなんかあったんで見たんですけど、めっちゃ面白かったですよ。どんな感じだったんですか。食べて、はい、10秒後ぐらいにずっと胃が胃がって言ってイロハス秒で亡くなってましたタクでずっと爆笑しました、それ見て胃がぶっ壊れたんですね。糸下がね、多分口が緩んで唾液ブワー出てきて、あー、もうそれ聞いただけでもやばい。でも買おうかなと。いいじゃないですか。でも上等だ。面白い。やってやろうじゃねえの。食いましょう、食べましょう。もう知りませんからね、これだけは本当に。この時ばかりあれですね。その時ばかりは、うん、あのこの世の顔じゃない顔でそうっすね。やめて。根は入れないよ。ね、うん。目ん玉もぶっ飛ぶぐらいのね。まあそんなのもあってもよくないかと思って、まあちょっと。いや、いいじゃないですか。そういうのどんどん企画提案していきましょうよ。なんか普通に食べてるだけでもなんかもう飽きてくるじゃないですか、もう見てる人らも。ね。ね。じゃあ。だからね、この前なんかすごい言ってた、あの、絵のね、うまい下手選手権とかさ。うん。あれば書きますね。めちゃめちゃうまいですからね、本当に。これだけは。はい。あとなんかないですかね、なんかみんなできるやつ。もう、ひどいな。あ、YouTuber みたいなことします ?YouTuber みたいなこと。やってみたみたいな、これやってみたみたいな、なんか好きな YouTuber とかいてます？なんかこいつ変な音してるなみたいな。はじめ社長、はい、面白いですよね。ヒカキンとかね、ヒカルさんとかも。あと4人であのアカペラとか。アカペラ絶対無理やわ、それは。俺ずっと見てますわ、それこそなんかあるかな、なんかありますかね、視聴者の皆さん。やめて、もうえぐいやつしか出てこないと思うんすよ。俺あれ好きでしたけど、腹切り万歳とか。なんすかそれ。なんすかそれ。すげえ昔のあれなんですけど、ジャッカスって知ってます？ああ、あれあれの日本版みたいな。ああ、はい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 。俺マジであれずっと爆笑してたんですけど、二十歳になったので、うん、記念にみたいな動画だったんですよ、はい、でまあパッて見たら、まあパンツいっちゃうんですよ、こう。はいはいはい。そしたらあの机の上に画鋲をこう上に向いてバーって並べてあるんですよ、めっちゃ。それに向かってえぐい男二人が足と手持ってこうやって、はい、うわー投げるとせーのってバーンホーマーローみたいな、なんか背中なんだっけ、穴だらけになってる。天ぷらマンとかあったっすよね、なんか。天ぷらマンって知ってます？天ぷらマンなんすか、そんな。なんか部屋の中であんかけかけ合うやつとか、いろいろなんかそういうジャッカスみたいなやつ。あ、そういうのは結構好きなんで、はい、うん、ずっと見てましたけど。はい、はい、でもそれ規模でかくないですか、この空間でやるにはちょっと規模でかいですよね。やらん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 、何々やらんやらんそんなもん死んでもらう。嫌でしょ、ホストで初回ついて、はじ、あ、めましてって言ったら背中に赤い斑点ある子、はあはあ、血で、そんなんやばいですからね。えぐいっすよね、そんな。ほらほらほら、フィリタス口に入れて火つけてみた。あ、でもなんかラファエルってやつが、あの YouTuber でラファエルってやついてるんですけど、うん、仮面、白い仮面かぶ、うんうんうん、なんかやってるやつ、なんかあの銀の玉を線路に熱してあの乗っけるみたいな。絶対無理やろと思ったら、そいつやったんすよジューって言って、すげえなと思って、めちゃめちゃ体張るなと思って。ミニオンって根性焼きみたいな感じ。もうそんな感じですよ、もう根性焼きのもうレベル上っすよ、うんうんうん、もっと俺もうアホやなみたいな
感じで言ってるの、やるわけないやみたいな。この2人ミニ四駆、そうミニ四駆の真ん中2人がね、だらかやったもん。いや俺やるかもしれへん、ほんまにすごい冷静だもん。バカやなやりたくないっすもん、画鋲関係はもう出血はやめましょう。でもやれるっちゃやれるっすよね、ここにちゃんとまっすぐのやつ作って、まっすぐのコース作って、いやで、ここで死ぬ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 、あれダメ、ミニオークは死んでるんで、死ぬんでやめましょう、ほんとあれは死にますよ。もうちなみに、なんでイベントの時鼻からテキーラ飲んだんで鼻からテキーラね、全然もう大体大丈夫な気がする。いやもう、やばいっすね。でもやっていきましょう、そういうやつも、知らない程度のやつで。でも僕、鼻からハイチュウやったことあるっすよ。ハイチュウ入んなくないっすか。だから入んないから、自分でこうやって丸めるんですよ、うん、丸めて、細くするんですよ。細くして、で、あ、滑走剤が必要だと思って宅にある、アルコールにつけたら、うん、氷入ってるんで、ハイチさらに肩なったんですね、うん、肩なって、じゃあ入れるじゃないですか。入れたらもう半ばもう小指こんぐらいまで入るぐらいまで入れて、うん、もう吸ったんですよ。吸ったらあるところで止まったんですよ。どこで止まったかって言ったら、それ表現してみてって言ったら、僕なんて言ったかって言うと、ここでここにいますみたいな今頭のここにいますみたいな。そんな、そう、そんなっすか。そう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 、うん、もう最初は鼻から出たんですけど、うん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 、鼻から入って鼻から出たんですけど、口から出すことは無理だったっす。ホッシャン的なね。こういう、ね、うどんやったらできるっすよ、ね、うどんは全然普通にできるっす。ダメだダメだ。いやあそこにキャロライナってやばいから、ね、本当に。いやもうマジで。あ、ちなみに目に、わかる。あ、ちなみに目に入ったら失明するらしいんで。あ、そうなんですか。入れない入れないっすね。だから食べるときは手袋とあれつけた方がいいらしいっす、ね。いやでも僕ね、6年前あそこに人にデスソースかけられたことがあって、もうマジでやばかったっすよ。しんどい。もうマジでやばかったっすよ。ほんまに。肛門とかいいんじゃないですか。肛門死ぬ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 。やめましょう。やめましょう。ただでさえ常に爆発してるじゃん、肛門。人にデスソース。人にデスソースエグかったっすよ、マジで。使い物ならなくなるっすから。マジで。ほんまに死ぬかと思う。だからもう一人の人にずっと氷水を垂らしてもらってたんですよ。やばい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 みたいな、トイレでこうやってやばい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 みたいな。今日初めてなのにもう火曜枠最悪やみたいな人やほんとに。やってますね。じゃあえげつないですね。いやもうほんまにもうチンコ死ぬかと思ったっすもん。来週は何やるんすか。とりあえず僕たちは何かやります。じゃあなんか考えてきたらいいんじゃないですか。じゃあ一人一個考えていきましょう。用意するってことで、また来週ね行きましょうか。それでは見てください、来週も。お願いします。持っている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、くたに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を